こんにちは。男の子3人兄弟を育児しています、スミです。3兄弟のうち7歳の長男と5歳の次男は発達障害と診断されています。今回は7歳長男が4歳の時に ASD 自閉症スペクトラムと診断されるまでの過程についてお話しさせていただきたいと思います。同じ特性があるからといって必ずしも障害であるとは限りませんので、ご理解の上参考程度にご視聴いただきますようよろしくお願いします。長男を妊娠中、特に問題もなくすくすくとお腹の中で成長してくれました。予定日から3日遅れで陣痛がやってきまして、微弱陣痛だったゆえに一晩痛みに耐え、朝を迎えたら誘発剤を飲み、そして迎えた夕方吸引分娩で生まれてきました。すっごく痛かったし、息見逃がしの地獄の時間が辛すぎた上に、出産時に思いっきり避けてしまって、なかなかハードなお産ではありましたが、生まれてきた顔を見たらそんなことが一瞬で飛んでしまうほど可愛くて可愛くて可愛すぎました。新生児の長男はよく飲み、よく寝る、いわゆる手のかからない子でした。授乳をすると3時間グーグーと寝て、お腹が空いたら泣いて起きるという感じで、赤ちゃんのお世話って大変だと聞いていたので覚悟をしていたのに、思ったよりだいぶ暇というか余裕があり、拍子抜けするくらいよく寝る子でした。自閉症スペクトラムの子は人によっては抱っこを嫌がるパターンがあるそうなんですが、特に抱っこを嫌がる様子もありませんでした。身体機能面では2ヶ月に物を目で追いかける追試や、自分の手をこれなんだろうと思って見つめるハンドリガードも見られました。4ヶ月前に首が座り、4ヶ月過ぎに寝返り、6ヶ月過ぎには急にこうやって首を鍛え始め、8ヶ月にはプロレスラー並みの首の鍛え方に進化しました。時を同じくしてずりばいを開始と同時に一人座りを習得、10ヶ月でハイハイ、つかまり立ち、つかまり歩き、10ヶ月検診では積み木を持つ動作などを見てもらい、指先もよく使えていますねと言われ問題ありませんでした。0歳の頃の身体能力の発達について特に問題はありませんでした。コミュニケーション面、生後2ヶ月ニコニコと笑うようになり、可愛さが爆増しました。3ヶ月過ぎには喃語をよく話すようになりました。呼びかけるとあうあうと喃語でお返事をしてくれました。6ヶ月激しめの遊びでキャハキャハと声を立てて笑って喜びました。7ヶ月人見知りが出現、9ヶ月私の実家で激しい場所見知り、あまりの泣きっぷりにジージバーバが困惑するほどでした。その日の夜までには慣れて泣かずに過ごせるようになりました。10ヶ月の頃には後追いがあり、ちょうだい、はいどうぞのやり取りや指差しでの訴えもできていたし、ママの真似っこもするようになりました。10ヶ月検診の際にも特に問題なく正常な発達だと指摘されましたが、一つ気になることがありました。それは抱っこしてもしがみついてこないこと。友達のお子さんを抱っこした時にギュッと抱きついてくれてびっくりしたことがありました。長男は抱っこしてもしがみついてくることが一切なく、抱っこされればされるだけという感じでした。これが ASD の特性なのかは分かりませんが、一点少し気になったことでした。授乳・離乳食について、6ヶ月に本格化する離乳食、市主催の離乳食教室では、離乳食を乗せたスプーンを口に近づける、口に入れる、口を閉じたらスーッとスプーンを引くと習ったわけですが、そもそもあんまり口を開けてくれないので食べさせてやれないと途方に暮れた離乳食初期でした。そして離乳食が始まると同時に夜泣きが激化しました。結構頻繁に激しく泣くので、夜間断乳をすると夜泣きがなくなるという噂を聞きつけて夜間断乳を試みましたが無理でした。1時間以上激しく泣いて泣いて泣き続け、こちらが観念して授乳するといった感じでした。夜泣きは徐々に落ち着いてはいきましたが、一度起きたらなかなか寝つけないという繊細なおトーンは仕事に行くのが辛い時期でもありました。ちなみに夜泣きは2ヶ月ほどで落ち着きました。そして7ヶ月、
ドロッドロの状態のものから刻んだ状態のご飯に進化するのですが、この形態になって以降うまく飲み込めずにえずくことがありました。一度本当に喉が詰まってしまったのではないかというぐらい盛大にえずいたことがあって、かなり焦ったこともありました。これは4歳くらいまで続き、あまり噛まずに飲み込もうとするのか、えずいてパニックを起こすということが多々ありました。さすがに7歳になった今はほとんどなくなりましたが、未だに急いで食べると喉を詰まらせそうになり、パニックを起こすことがあります。そんな感じで離乳食から食べること、飲み込むことが苦手な様子が見られました。10ヶ月の頃には同じ月齢の子がスプーンに興味を持ち始め、スプーンを持って食べたりするのを見かけたのですが、長男は一切スプーンに興味がなく、ひたすらつかみ食べで頑張っていました。つかみ食べは大事だと聞くし、まだスプーンを持てなくても別にいいよね、つかみ食べでたくさん食べた方がいいよねと思っていたので、無理に持たせることなく、いつか興味を持った時につかめるようにということで、テーブルにスプーンをただ置いておくという対応をしていました。0歳の発達は特に問題なく順調で、全く気にしていなかったのですが、今考えればスプーンに興味を持たないなど、大人がやっていることにあまり興味を持たなかったりと、興味の偏りが少しずつ出現していた気がします。その最たるものが回るおもちゃに強い興味を示していたこと。10ヶ月頃から子育て支援センターに行くと、このおもちゃでばかり遊んでいました。その頃は先輩ママから、男の子は回るものに興味を持ってそこからタイヤに移行し、車派と電車派に分かれていくという噂を聞いていたので、男の子らしいなと思って全く気にしていなかったのですが、ASD の特性上、同じ動きを繰り返すものに強い興味を持つというものがあるようなので、その影響で興味の偏りが少しずつ出現していたのかなと今となれば思います。こんな感じで特に検診の時に指摘されることはなく、私自身も全く気にすることもなく、順調に成長し1歳の誕生日を迎えました。1歳成り立てで独り立ちをしました。そして1歳1ヶ月、まだハイハイをしていた長男ですが、私の育児休暇の終了とともに保育園に行き始めました。もちろんギャン泣きする長男に笑顔で行ってくるねと言って、私は仕事へ。そして迎えに行くと、またおかんの顔を見るなりギャン泣きするという教科書通りのリアクションを取ってくれた長男だったのですが、3日目から泣かなくなり、意外と早く保育園に慣れたなという印象でした。ちなみに保育士さんからは、すごく好奇心旺盛です、一つ一つのものに興味を持ってくれますと言われました。どうやら蛇口を触って、蛇口の左側のタオルに興味を持っては触り、その左側の棚に興味を持っては触り、どん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 左隣のものに興味を移していき、教室をぐるっと一周するのを何回も繰り返すということをやっていたようです。今考えれば、自閉症スペクトラムの全体を把握するよりも、細かい一つ一つの物事を把握するのが得意な ASD の特性が出ていたんだと思います。当時の私は好奇心旺盛なんて素晴らしい、賢くなりそうだなと思っていました。保育園で動き回るお友達から刺激をもらったのか、1歳2ヶ月からよちよち歩きを開始し、1歳3ヶ月、ついに外歩きをするようになりました。そんな時、おかんの妊娠が発覚。つわりがひどいタイプの私は、復帰したばかりの職場にも体調不良で行けず、急遽長男も保育園を休園し、実家へエスケープしました。この頃はまだ授乳をしていた長男、妊娠中に授乳をするとお腹の赤ちゃんにあまりよろしくないらしいので、長男がおっぱいを欲しがるたびに、ばあばがホイ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 とスイカを渡してくれました。スイカを食べるとおっぱいのことなど忘れてしまう単純な1歳児、スイカのおかげであっさりと断乳に成功します。断乳直後から、人差し指と中指というカトちゃんペスタイルでの指吸いが始まりました。余談ですが、5歳の誕生日までで指吸いをやめようねと4歳の頃に約束したところ、4歳と364日までじゅうじゅうと指を吸って指吸いしないと眠れなかったのに、5歳の誕生日でピタリと指を吸うのをやめたという逸話があります。
1歳4ヶ月、つわりが軽減してきたので里帰りを終了し、保育園への登園を再開しました。特に嫌がる様子もなく、スムーズに登園を再開できました。そして始まりました。電車オタク。近くの踏切に電車を見に行くと、すごく喜んで手を振っていました。ちなみにお気に入りの絵本は、ジャージャービリビリ。この中の踏切カン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 のページが大好きで大好きで、このページからめくれなくなりました。次のページにめくろうとしても踏切のページへ戻してしまいます。踏切カン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 、踏切カン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 、踏切カン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 、踏切カン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 を読み続ける地獄の踏切タイム。こっちの頭の中が埋め尽くされるほど踏切カン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 でした。1歳の子が必ず通るというアンパンマンの道には一切目もくれず、ひたすら踏切と電車の道を歩み続けました。1歳4、5ヶ月の頃、長男に一切喋る兆候がないことが気になり始めました。同じ月齢の子たちがママ、ブーブーなど様々な言葉を喋っているのを目にします。中には2語分3語分も喋っている子が同じ月齢でいる中、長男はまだ意味のある言葉を一つも喋ったことがありませんでした。1歳半検診の時にまだ喋らないことを相談しました。ボディーランゲージがあること、おかんが喋っていることの意味が分かっている様子から問題なしと判断されました。ボディーランゲージも言葉の一つで、そのうち言葉が出てくると思うから心配しなくて大丈夫とのことでした。かなり心配していたので、とてもほっとしたことを覚えています。その直後、実際初めての言葉を喋りました。初めての言葉はワンワでした。またブーブー落ちちゃった。ブーブー落ちた。1歳半過ぎ、電車熱が超過熱し、踏切から離れられなくなりました。ここは田舎なので、次の電車は1時間後。それを必死に説明しても理解できない1歳児。この長男に付き合って踏切に1時間以上経っていることもザラでした。そして興味があるものがあると衝動的に走り出してしまうということも多々見られました。その癖、手をつなぐことを超嫌がる。この頃お腹が大きくなってきていたので、追いかけるのも本当に必死でした。とにかくこの子の命を守ることだけで必死。交通事故に遭わないようにするのが最大のミッション。道路に飛び出しそうになって止めたことも両手では収まりきれないほど。自分でもお腹が大きい中、よくやったなぁと思います。1歳8ヶ月、2人目の出産のために再び里帰りをしました。この間、長男は噴水にはまりました。ロープウェイにもはまりました。図書館ではエレベーターから離れられなくなりました。あまりにエレベーターから離れられないので、バーバと延々エレベーターに乗り続け、エレベーターで30分前に会った人に、あれ？さっきも乗ってましたよねと言われ、もうずっと乗ってるんですという会話を繰り広げたそうです。せっかく地元にいるので、地元の友達と会いました。長男と同じ月齢の女の子を持つ友達が、なんと同じ月に出産予定で里帰りをしていたので、これは生まれる前にランチしかねえということでランチに行きました。ここで私、衝撃を受けることになったのです。長男と同じ月齢の子がきちんと座って、きちんとスプーンを使って、きちんとこぼさずに食べている。しかも聞き分けがいい。一方の長男は 100% つかみ食べ、呼び出しボタン押す、テーブルに登る、メニュー表を振り回してぐちゃぐちゃにする、それをじーっと観察している女の子。そして食後もお店の前で雑談している間、女の子は手をつながなくてもお母さんの足元でじっとしている。一方の長男は手をつないでいないと今すぐにでも道路へ駆け出してしまいそうな状態。手を離すニアリーイコール交通事故、恐るべし。わあ、男と女で子をも違うのかとひたすら衝撃でした。しかしそんな違いをまざまざと見せつけられても、この楽天的なおかんは、
うちの子って好奇心すごいから伸びしろすごそうやと思っただけでした。さてさて、この頃の言葉の発達の方なんですが、踏切のことはイー、電車のことはシャー、リンゴのことはゴー、最後の一文字を発音する、それが長男なりの言葉の出し方でした。何食べないの？あ、単語の数は増えてきたけれど、文字の数は一切増えないという感じでした。1歳10ヶ月、弟が生まれ、長男は晴れてお兄ちゃんになりました。おかんの入院中、さぞ寂しがっているだろうと思ったのですが、病室にママと言って入ってきた長男、そうちゃん、ママがいなくて寂しくなかったというおかんとの感動の再会は一切なく、ものの5秒でバーバを引き連れエレベーターの方へ行ってしまったのでした。そしてまた病院のエレベーターを登ったり降りたりしていたというのは寂しくも懐かしい思い出です。おかんの入院中も特に寂しがることなく、バーバと一緒に寝ていたそうです。さてさて、いきなり目の前に現れた弟に対してはすごく気になるわけではないけれど、興味が一切ないわけではないという様子でした。こんな感じで可愛がってはくれましたが、それよりもやはり電車やエレベーター、ロープウェイの方が興味津々といった様子で、里帰り中、岐阜駅に電車を見に行ったり、金華山ロープウェイに乗ってみたりということを思い切り楽しんでいました。1歳11ヶ月、里帰り終了。私が住んでいる市町村では、下の子が4ヶ月になるまでは未満児でも保育園で預かってくれるというシステムがあるので、長男は里帰り終了の翌日から里帰り前まで行っていた保育園にまた通うことになりました。保育園復帰1日目は楽しそうに登園していた長男でしたが、2日目迎えに行くと大声で泣き叫んでいました。どうやら他の友達が遊んでいたおもちゃを長男が奪い取ったので、保育士さんが注意をしたところ、それから大泣きが始まったとのことでした。その翌日3日目の朝も強い息しぶりが見られました。まあでも息しぶりがあっても、おかんの姿が見えなくなったらコロッと遊び出すパターンだろうと思って、保育園に長男を預けて帰宅しました。そして夕方迎えに行くと、なんと1日中泣いて過ごしたとのことでした。給食以外の時間はずっと泣いていて、ずーっとおんぶされていたようです。4日目、一応登園してみるも、またも激しい息しぶりで泣き叫びまくります。保育士さんからも、もしかしたら環境の変化に対応しづらい子なのかもしれません、今後の対応を発達相談の先生に相談してみてもいいでしょうかと聞かれました。そこで私が下した判断は、保育園を退園して自宅で見るというものでした。仕事をしている時には家で見られないので保育園に預けるほか仕方ないけれど、今は育休中なので家で絶対に見られないというわけではありません。泣き叫ぶ中、保育園に行かせ続けるのもかわいそうなんで、もう退園して自宅で過ごすことにしました。先生が言っていた環境の変化に対応しづらい子というのはまんま ASD 特性なんですが、そんな中私はまたも楽天的な思考を炸裂させ、私が家で次男と一緒にいることが分かっているからあんなに泣いたんだ、長男って賢いと思っていたのでした。そんなこんなで新生児と長男のワンオペ育児が開始。次男を首座り前から使える抱っこ紐でずーっと抱っこして生活していたような気がしますが、忙しすぎて記憶が曖昧なレベル。長男が泣く時には次男を抱っこ、長男をおんぶのスタイルでやり過ごしました。長男の赤ちゃん帰りですが、保育園に行けなくなった以外には強い赤ちゃん帰りは見られませんでした。私を悩ませたのは赤ちゃん帰りではなく電車熱。季節は冬、長野県の冬は極寒。それなのにもかかわらず相変わらず踏切から離れられない、ボッコボコに着込んで踏切に佇むという日々でした。ある日同僚から一本の電話、誰々さんがスミさんを見かけるたびに踏切の前で死んだ魚の目をして立ってるって言ってるんだけど大丈夫なの？
と産後うつの自殺志願者と間違えられて心配されました。大丈夫です。長男が来ない電車を待っているだけです。そんな長男にはクリスマスプレゼントに鉄道図鑑をプレゼントしたところ、たった2ヶ月でズタボロに。ページが取れてもそのページを大事に持ち歩き、ちぎれたページと一緒に寝ていました。ということで1歳代のまとめ。身体機能の発達は正常、言葉の発達はゆっくりめ、興味関心はどんどん狭く深く、対人関係は弟への興味は薄めながらも可愛がってくれる様子あり、保育園という集団生活では問題発生。この段階ではあまり気にならないというか全く気づいていませんでした。男の子ってこういう生き物、男の子ってみんなオタク、そう思っていました。2歳、やっと手をつないでくれるようになりました。1歳代全く手をつないでくれなかった状態からはかなり改善されました。手を離したらすぐにでもどこかへ行ってしまうことには変わりないのですが、命の危険からはわずかに遠ざかりました。誕生日にはクリスマスに買ったけれども読み込みすぎてズタボロになった鉄道図鑑を新調しました。そしてその鉄道図鑑もものの1ヶ月でズタボロにしてくれました。絵本も電車の絵本ばかりを読みたがり、おかげで我が家には本屋に売っている電車の絵本がほぼコンプリートされているような状態でした。初めて電車を乗ったのを機に、電車を見ると電車のことをトゥクトゥクと呼び出します。電車が走り出した後にトゥクトゥクと言っていたので、電車の走行音から命名したと思われます。電車だけではなく水が流れている様子もひたすら見続けていました。私たちが住んでいるのは田舎なので、田んぼ用の農業用水路があちこちで流れているのですが、その横に座り込んで見続ける。そして私は次男を抱っこした状態で、長男が水に落ちないように、そして車が来ないかひたすら見続ける日々でした。2歳になってすぐ電車を並べて遊ぶようになりました。車や電車で遊ぶときに寝っ転がってタイヤや車輪をまじまじと見るようになったのもこの頃からです。ちなみにプラレールはこの角度、スキーのジャンプ姿勢で長時間見続けていました。2歳の長男、そして0歳の次男を一人で日中ワンオペ育児をしていると、まあ大変なので育児のイローゼになっては困ると思って、この頃から長男が保育園に入園するまでの間、ほぼ毎日子育て支援センターに行っていました。毎日毎日大量のおもちゃがある子育て支援センターで午前中を過ごし、お昼を食べてから帰ってきていたのですが、長男はくるくる回るおもちゃか電車か車という、ほぼ毎日同じおもちゃで遊んでいました。よく飽きないものだと思ったし、いろいろなことに興味を持ってほしいという気持ちもあり、大の大人である私おかんが他のおもちゃを楽しそうに遊んでいる姿を見せたりもしてみましたが、他のおもちゃには目もくれず、結局同じおもちゃでばかり遊んでいました。子育て支援センターに行くと、決まった時間になると絵本の読み聞かせや歌の時間があります。このようなみんなでやることには抵抗感なく、楽しそうに参加できる姿が見られました。同級生の他のお友達と並行遊びする姿が見られたので、対人関係の問題もないように見受けられました。親子で楽しむリトミック教室に参加した時にも、他のお子さんが泣きわめく中楽しく参加できていました。ただ言葉の方は相変わらず気になる状態でした。言葉が少しずつ増えてきてはいたものの、爆発的に言葉が増える感じではありませんでした。言葉数を数えてみたのですが、だいたい35くらい、2語文なんて夢のまた夢状態でした。あの大好きな電車ですらこんな発音。1歳の頃、うちの子あんまり喋らなくてという話をすると、みんな口を揃えて、2歳過ぎるとめちゃくちゃ言葉数が増えてうるさいくらいに喋るようになるよと言われていたのですが、長男には当てはまらずおかしいなと思って心配していました。2歳1ヶ月数字に興味を持ち始めました。せっかく電車と数字が好きなので、電車の1、2、3の絵本を買うとドハマりして喜んで数えるようになり、あっという間に10までの数字が読めるようになりました。言葉が少ないながらも10までそれっぽく数えられるようになりました。すごい。
車のナンバープレートを読み上げることにもハマり、駐車場に止まっている車のナンバープレートを次々に読み上げるという遊びをしていました。ロマンスカー VSE 正解、スーパービュー踊り子正解、白鷺正解、スーパーホップとは正解。このように好きなことに対する記憶力は高い印象でした。電車だけでは飽き足らず、信号や電気点滅機にも興味を持ち始めました。電気点滅機が何ぞやということを説明すると、線路のポイントで電車が進む方向を変える機械です。もうこの地味な動きが見たくて見たくて、電気点滅機が動く時間になるとそれを見たがるようになりました。電気点滅機に限らず機械物に興味を持ちがち。岐阜の航空宇宙博物館に行った時も、このように機械むき出しみたいな、ボタンいっぱいみたいなものに興味を持っていました。2歳3ヶ月になると3冊目の鉄道図鑑を購入。結局この3冊目の鉄道図鑑も2ヶ月でボロボロになりました。食事の時は相変わらずスプーンフォークへの興味がなく、つかみ食べでした。お絵描きもやったらどうかと、鉛筆やクレヨンを握らせてみるも全く描かず、鉛筆ならやるだろうかとやらせてみたら、1本線を描いたらもう終わり。全くもって集中力なし、描くことに対する興味なし。普段鉄道図鑑を見ている時はあんなに集中しているのに、興味があることとないことの落差が激しい。本人の興味がないことをやらせるのが困難なほどの興味のなさでした。2歳4ヶ月、鳩を見て、鳩、いたと初めて2語文を話しました。兄弟仲はどうだったかというと、どんどん良くなりました。赤ちゃん帰りも結局ほとんどなく、2人で仲良く戯れていました。こんなに頑張っているのに、次男に乗られて泣いている心優しいお兄ちゃんでした。さてさて、保育園を退園した長男ですが、来年度からは保育園に通わなければなりません。ということで、保育園の開放日に行ってみることにしました。すると、保育園に向かっている道の途中で、もうすでに泣き出しました。長男は視覚優位の特性があるので、道を覚えるのがとっても得意なんですが、車を走らせていた道が以前行っていた保育園に向かう道だということに気づいたことから、これから行くのがそこだと分かって泣き出したんだと思われます。賢いと思いつつ、駐車場に着いた頃にはここいやーとギャン泣きでした。その状態でも諦めずに開放日に参加し、ギャン泣きからのスンスンしながらプールに入りました。完全に保育園がトラウマになっているようです。トラウマといえばもう一つ、大きな音を嫌がるようになりました。電車好きの長男が喜ぶと思って SL を見に連れて行ったんですが、汽笛の音が大きすぎてトラウマに。次に見に行った時にはホームにすら入れなくなりました。それならばと新幹線を見に行ってみれば、目の前を走り抜ける新幹線の音に怯えて大泣き。その他にも手を洗った後に手を乾かすジェットタオルの音が怖くて怖くて使えなくなりました。コロナ禍で使えなくなって長男は安心していました。他にもおかんが低い声でシューベルトの魔王を、お父さんお父さん魔王が今と歌うと泣いて怖がったり、2歳前半のこの頃から低い音や近くで鳴る大きめの音に対して恐怖を覚えている様子で、聴覚の過敏さがあるのが気になり始めました。2歳6ヶ月の頃、来年度の保育園入園に向け入園説明会に参加しました。長男は3月生まれなので、あと半年で入園です。その説明会で、保育園ではお箸を使いますので、お箸の練習をしておいてください、お着替えなど身の回りのことは自分でできるようにしておいてください、おむつも外してくださいと言われ、とぶったまげました。
なんせこの頃長男はお箸どころかスプーンすら使わずつかみ食べ、服も自分一人では着られない、言葉も少なすぎてコミュニケーションもまともに取れない、そんな状況だったのでトイトレにおいてはまだ始めてすらいない、あと半年でできるようにならなければならないことが多すぎて焦りました。とりあえず着替えの練習から始めてみました。今までなぜ着替えの練習をしなかったのかというと、自分でというタイミングが来るのを待っていたら、そのタイミングが来なかったからです。自分で着たいという気持ちがない状態でやらせてみようとしてもうまくいくわけがありません。手伝ってもらった方が早いんだから手伝ってもらえばいいと思っている感じ。ママがという中、自分で着るのと半分強制的に練習をさせました。もうおかんは手伝ってくれないと気づき、仕方なしに泣きながらやっているうちに自分で着れるようになりました。次はお箸だということで、お箸を使うことを促してみるも一切使いたがらない。もうお箸は諦めました。それよりも絶望的なのは言葉の方、相変わらず二語文をかろうじて話す程度で会話がまともにできないのに、この子がもうすぐ年少になるだなんてやばさしか感じない。なんせこの頃の会話はこんな感じ。電車カカカ電車だ。あった313件あった。119件あった。なんで飲むの？丸飲みだ今飲む。はい、何が？あしっかり噛んで食べてくれる人。はい、噛み噛んでないもん。はい、何が？噛んで食べてくれる人。少しでも言葉を増やそうとして魚と言わせようとしてみても、魚新幹線のパジャマ、サンライズエクスプレス、あたたたシューシュー、じゃあ成田エクスプレスは、あたたたシューシュー、いいっしょやん。非常ボタン、全方向踏切警報灯、踏切警報灯、電車に関する普段使わない単語は増えていくものの、それすらおとんやおかんじゃないと理解不能。歌も歌えるようにはなったけれど、ゾウさんでこのレベル。では問題です。この歌は何でしょう？答えはゆりかごの歌です。長男が7歳になった今聞くと癒しでしかないんですが、当時は本当に心配していました。それでも2歳8ヶ月にはなんとなく言っていることがわかるくらいになりました。ママ、僕を超えてて。はーい。2歳9ヶ月のキラキラ星。いや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 かろうじて何の歌を歌っているのか分かる程度。こんな感じで言葉の発達がゆっくりな上に、3月生まれなので毎日白目を向いていました。この頃初めて電車の服を買いました。結果その電車の服しか着なくなりました。電車の服が洗濯中でないと感触を起こしていました。電車の服と同時に黄色にはまりました。シールを渡すと黄色いシールだけ残す。リトミックのスカーフ遊びでは黄色いスカーフばかり持ってくる。折り紙遊びの時も黄色い折り紙ばかり持ってくる。じ
支援センターの踊りの時間も黄色いポンポンを持ってくる。他にも小さなこだわりが多数出現しだします。例えば玄関で靴を置く位置、お風呂上がりの保湿クリームを塗る順番、クリームを腕以外から塗り始めようもんなら癇癪を起こしました。いやいや、切ってこんなもんだと思って対応をしていました。部屋を行ったり来たり走るようになる情動運動も始まりました。リビングから和室、和室からリビングと、いつも同じ場所を行ったり来たりと走るようになりました。この情動運動は今現在も続いていて、不思議なことにこの場所以外で行ったり来たり走ることは嫌がり、いつも同じ場所を行ったり来たり走ります。この情動運動を見て、もしかしたら長男は自閉症スペクトラムの可能性があるかもしれないと思い始めましたが、思い返せばクラスの男子に 3,4 人それっぽい子がいたけど、なんだかんだ普通に生活していたし、なんなら頭良くて一目置かれている子もいたし、別にいいか。乳幼児検診でも指摘されてないし、言葉が遅いのは気になるけれど困ったこともないしと気楽に考えていました。この頃の対人関係は、同級生のママとランチに行った時にはキッズスペースで仲良く遊ぶ姿が見られました。アトピー受診の時もいつも泣いていたのが泣かなくなりました。診察後には急に先生にハイタッチをしてびっくりしました。2歳10ヶ月、時すでに1月、あと3ヶ月で入園です。やばい、未だにトイトレ本気でやってません。座らせてみるも一度も出ず、このままではまずいということで助産師さんに相談してみました。ここでもらったアドバイスは、開放空間で排尿させるべし。いつもおむつの中でおしっこをしている子は、何もまとっていない状態でおしっこを出す感覚がわからなくなってしまっているそうで、とにかく何も履いていない状態で放尿する体験をさせてみるといいと言われました。それを聞き強行突破に出ます。いつも夜一晩おむつを濡らさずに過ごせるので、朝一番に排尿します。朝一おむつが濡れる前におむつを外して半裸状態でお風呂に軟禁、そこで絵本を読んでつなぎます。大好きな電車の絵本を読むことで文句も言わずに風呂場にとどまってくれました。するとしばらくすると長男の様子に変化が、困ったような顔をしてうーっと言い出し、その後泣き出しました。そしてその直後、ついに出たのですが、長男はやっちまったみたいな顔をしていたので、すかさずすごいやったねと褒めちぎったところ、してもよかったんだというような嬉しそうな顔になりました。それから瞬く間にトイレで排尿できるようになって一件落着というわけにはいきませんでした。排尿はトイレでできるようになっても、排便がトイレでできない、毎回鉄棒でするのがお決まりのスタイルでした。やっております。おかん、ここでも強行突破。強制的にトイレでさせるため、次男が再ヘルニアになった時に処方された浣腸液が余っていたので、それを投入。浣腸液のおかげで一度トイレで出た後、トイレでできるようになりました。トイトレ期間約1ヶ月、強行突破のおかげで2月頭には無事おむつが外れました。年明けになると一気に言葉が増え、文章で話せるようになりました。会話が成り立つってなんて素敵。これだけ話せればひとまず保育園でも生活だけはできるだろうという程度には話せるようになりました。そして長い時間弟と2人で遊んでくれるようにもなりました。2歳11ヶ月、以前からハマっていたロープウェイですが、気にならないほどドハマりします。赤いロープウェイ、私の実家の岐阜にあるロープウェイをひたすら3時間見続けるという狂気の沙汰。2月スキー場にソリ遊びに行った時にも、ソリよりリフトに夢中でした。どうやらロープウェイも鉄道の一種なんだそうです。さすがは鉄道オタク。そんな鉄道大好き長男のために名古屋のリニア鉄道館に行きました。大きいね、シャリがついてる。本当だね、そっちもシャリがついてる。そっちもシャリがついてる。そっちもシャリがついてる。延々と車輪の確認、蒸気機関車よりも蒸気機関車の車輪に喜ぶ、全体よりも細かいところに興奮する、そんな特性丸出しです。
暮れにしても鉄道博物館は虎鉄にとってのオアシスでした。虎鉄はぜひ連れて行くことをおすすめします。こんな感じでコロナ前は結構旅行には行っていました。旅行だけではなくイベントごとにも多数参加。 ASD の子はいつもと同じことを好み、新しいことを嫌がり旅行やイベントを嫌がる子がいるのですが、長男はこの頃そういったことはなく旅行やイベントも楽しめていました。長男は3月生まれなので3歳になったらすぐ保育園に入園しました。保育園の開放日に行って保育園の近くに行っただけでもう泣き叫んだ長男だったので、以前行っていた保育園はトラウマになっていて涙が抑えきれないということで、そことは別の少し小規模の保育園に申し込み入園となりました。できるだけスムーズに入園できるよう図書館から保育園の一日という絵本を借りてきて長男に毎日読み聞かせをしました。この絵本の中では保育園はとっても楽しそうな場所、長男も何度も何度もこの絵本を読んでと言って持ってきました。その絵本の読み聞かせとともに言い聞かせもしました。そうちゃんは4月になったら保育園に行くんだよ、先生やお友達と一緒にたくさん遊んでとっても楽しいところだよ、ママとは離れ離れだけど必ず迎えに行くから大丈夫だからね、 A ちゃんも一緒に保育園に行くからねと繰り返し繰り返し伝えました。長男もうんと笑顔で言っていたのですが、入園式の朝、今日は特別な日だから特別な服を着ようと言ってちょっとフォーマルっぽい服を差し出したところ、いやードクターイエローの服がいいと全力で拒否、いつもの2日に1回着ているドクターイエローの服がいいと言って泣き叫びます。入園式は特別だから特別な服を着よう、ドクターイエローの服はまだお洗濯で乾いてないよ、いやーと体操ご立腹で大号泣。入園式で荒れることは想定していたけれども、まさかこの段階でつまずくとは想定していなかった、まさか服についても言い聞かせておく必要があったなんて誰が想像できただろうか。結局半分無理やり着せました。うわーとってもかっこいいと褒めそやしても、かっこよくないとご機嫌斜め。そんな中その服の上から園児服も着なければなりません。これもまた着ない着ない、かっこよくないと全力で拒否、こちらも半分無理やり着せました。でも口では嫌と言いつつ本人も着なければならないことは分かっていたようで、ちょっと協力してくれました。いい子で、園児服を着たらびっくりするぐらいフォーマルの服が見えない。こんなん無理やり着せなければよかったと後悔しずにはいられませんでした。ちなみに靴を履くときも全力で拒否されるという攻防が待っていました。こんな朝からグダグダ状態で保育園に行き教室に入るも初めての場所に大号泣、ママママママ抱っこがいい。この頃長男の口癖だった殿下の宝刀ママ抱っこを繰り出し、おかんは長男とずっとママ抱っこ状態、あ、シールが貼ってあるよ、ここにはこんなおもちゃがあるよといろいろなことに気をそらしてみようと試みるも全く効果なく、ずっとしがみつくように抱っこでした。残念ながらこの教室で泣いているのは長男だけ、他の子たちは楽しそうに遊び始めています。長時間の抱っこになり私もしんどくなってきたので、おとんに抱っこを代わってもらうも、ママがいいママがいいママがいいとおとん拒否られる。結局大号泣のまま入園式開始時刻になり、入場のために廊下に並ぶように声をかけられました。こりゃ入園式中ずっと泣いてて大変になるだろうと覚悟を決めたのですが、何が良かったのか全くわからないのですが、並んだ途端長男は泣き止み、入園式の最中もおかんの横でケロッとしていました。無事入園式が終わってめでたしめでたしと思いきや、問題はここから。この後保護者総会があったのです。保護者総会の間は園児たちは親と離れ、それぞれの教室に入っておやつを食べて待っていなければなりません。入園式後、先生たちが子供たちに声をかけます。これからおやつが出るよ、バナナだよ、おいでー、おやつ食べにおいでー。その声を聞いて長男、条件反射のように走り出しまして、わーい、バナナだーと言って教室に入っていったので、その背中を見送り、そのままさささーと気づかれることなく姿を消すことに成功。その後どうなったのかは知りません。1時間ほどで保護者総会が終了し、教室に迎えに行くと、他のママさんが扉を開けた瞬間に一番に長男が大号泣で教室から脱走してきました。
私を目視した途端、ママがいい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 と泣き叫び、相当ママが良かったらしいです。そんな入園式を終え、翌日の登園、登園の時間が迫ってくるごとにだんだん不安が隠しきれなくなり、抱っこをしたりして過ごしました。長男はこの頃にはだいたい時計が読めるようになっていたので、11時には迎えに行くからねと伝えると、11時にはママ迎えに来ると立ち上がり、その後しばらくするとまた不安になって抱っこをせがみ、しばらく抱っこすると11時にはママ迎えに来ると言って立ち上がるというのを繰り返していました。朝保育園に行くと泣きながらも先生におはようございますということができ、泣かずに保育園で過ごせたようでした。数日行くことで泣くことはなくなりましたが、毎朝毎朝20回も30回もお迎えの時間を聞かれ、ママお昼ご飯食べたら迎えに行くよ、うん行くよという鬼の確認作業を繰り返しました。4月の中旬になってもなかなか登園になれず、毎朝しょぼんとして泣きそうな状態でした。毎朝毎朝遊んで、お昼ご飯食べて、絵本読んで、寝て、起きて、さよならあんころ餅したらママ迎えに来るという一日の流れを確認していました。保育園ではお友達と一緒に遊ぶという感じではないようでしたが、周りのお友達からの影響は大きく、家では全く使わないお箸を頑張って使ったりしているようでした。4月下旬、保育園から初めて写真を持って帰ってきました。クラス写真だったので、写真を見ながらお友達の名前を長男に聞いてみました。13人のクラスだったんですが、4人だけ名前を覚えているようで教えてくれました。他の9人の名前は覚えていないようでしたが、この子は新幹線の服着てた、この子は数字の服、この子はねー冬間の服、緑の服と、クラスの子の名前は覚えていないのに、クラスの子が着ていた服は覚えているということに驚愕しました。6月、保育園のプール開きがありました。最初は足だけ入って水に慣れる。その間はとっても楽しそうだった長男ですが、じゃあみんなで入りましょうと言った瞬間、クラス全員がプールに入り、水をバッシャンバッシャンやった途端、先生と言って泣き出してしまいました。普段浴びたことがないような水しぶきが四方八方から飛んでくるのが怖かったようです。帰ってくるなり、プール怖かったと言い、次の日もこれ乾いてないと、完全に乾いている水着が乾いていないから持って行きたくないと主張、プールが怖いと泣きながら朝食を食べ、しばらく行きしぶりと戦う日々が待っていました。プールが怖いと泣きはするものの、嫌だったら先生に言えばいいからねと、困った時にやることを伝えることで保育園には行ってくれていました。プールに入ることは嫌がるので、プールサイドでたらいに水を汲んでもらい、水遊びをするようになってからは息しぶりも落ち着きました。6月末、園長先生から話があると言って呼び出され、長男の発達相談をしたいと言われました。何ヶ月かに一度言語聴覚士さんが保育園に出張してきて発達を見てくれる日があり、そこで長男の様子を見てもらって、発達について相談をしたいということでした。先生としては早生まれということもあり、他の子よりもできないことがまだ多いので、どの程度どうフォローしていったらいいのかを聞きたい。先生や友達が言ったことをオウム返しにして言うことがあり、それが気になるとのことでした。そりゃあつい2ヶ月前までまともに会話もできなかった我が子が、集団の中で問題なく生活できるとは思っていなかったし、専門家からアドバイスをもらうって絶対プラスになるはずと思い、発達相談を受けることを快諾しました。その保育園で行われた発達相談では、最初に自宅での様子を聞かれたので、最初は息しぶりがあったけれど、今は楽しく保育園に通えていること、今日は保育園で何をしたか聞くと、今日はKちゃんとブロックで遊んだ、A君の積み木を壊したら泣いてたなど、保育園のことを教えてくれること、プールが始まってからはプールが怖いと言うけれど、先生に困ったことを言えばいいと伝えると納得して登園すること、イヤイヤ期みたいにイヤイヤ言うようになったこと、今まで興味がなかったブロック遊びなど友達の影響でできるようになったことを言いました。次に ST さんが私が言ったことを踏まえた上で、長男の発達の見解を話してくれました。まず保育園の様子ですが、かなり他の子に気を使って距離をとって生活しているようでした。個別に声をかければコミュニケーションは取れますが、
全体に対して先生が言ったことはあまり理解できていないようです。そして長男は物事を全体で捉えるのではなく、一つ一つの細かいことが気になって見ていくタイプだと思うと言われました。教室の雰囲気はこんな感じで、友達が遊んでてなんとなく楽しい場所みたいな大雑把な捉え方はしません。例えばいつも回っていなかった扇風機が回っていたら、他の子だったら扇風機が回ってるなーくらいにしか思わないところを、長男は気になって気になって仕方がなくなってしまうらしい。だから何度も何度も扇風機を見て、扇風機回ってる、あ、扇風機回ってる、どうして扇風機回っているの、扇風機回ってるねーと何回確認するんじゃいと思うほど何度も何度も確認する。ちなみに長男、扇風機扇風機言いすぎて年長さんたちから扇風機の子と呼ばれていました。ここに僕のロッカーがあって、ここに時計があって、ここに電気があって、ここに机があって、誰の席で、ここで靴を脱いで、ここでみたいなものの捉え方をしていると言われました。だからいつもと違うことがあると気になってしまう。それがいいとか悪いとかじゃなくて、そういうタイプの人間だと言われました。そして物事の変化やら新しいことをするときには納得しないとうまく行動できないタイプであり、その上納得するまでに相当時間がかかるタイプなんだそうです。先生が気にしていたオウム返しも、行きしぶりがあったときに保育園の一日の流れを何度も復唱していたのも、繰り返し繰り返し自分で言葉にして言うことで自分の中にインプットし、自分を納得させるための作業なんだそうです。いやいや言うことについては、いやいや期が3歳になってから遅れてくる子もいる、1年くらい続くと思うから頑張ってねと流されました。園長先生からは、そうちゃんは保育園で本当によく頑張っています、でも慣れることに時間がかかるという話があったように、まだ家での様子と保育園での様子に差がある段階です。保育園では家にいる時ほど話さないし、表情も乏しく、まだまだ緊張しているようです。クラスで唯一早生まれなので、まだお友達との差がありますが、保育園では集団生活です。お家のように対応できないことも多々ありますが、だからこそ集団生活の中でしか学べないことをたくさん吸収して成長していくよう、今日の話を参考にしてサポートしていきたいと思いますと言われ、ここでは特に発達外来の受診の必要性なども言われず、ST さんからのアドバイスをもらう形で相談は終わりました。保育園では基本一人でいて、お友達とは距離をとっているようで、放課後とかは園庭で遊んでいくのですが、他の子たちが友達と遊んでいる中、長男は一人黙々と滑り台を滑っていることが多かった印象です。一人の世界に入っているようで、この頃は惑星の名前を覚えるのにハマっていたのですが、滑り台を滑りながら延々と水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、水星、金星、地球と唱えていました。保育園では大量のカエルがいるのですが、カエルを毎日毎日捕まえて遊んでいました。カエルを嫌がるお友達をカエルを持ったまま追いかけて、本人は追いかけっこをしているつもりなんだろうけど、嫌がるお友達を泣かせてしまうことも多々ありました。次男とは一緒に遊ぶというか、次男を一緒に遊びに付き合わせるような形で2人で遊んでいました。惑星の名前が言えるようになったように、言葉数は増えたとはいえ、長男は謎の言葉、スキャットマンみたいな言葉をよく言っていました。タンフンチーン、タンフンチーンとか、わたか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 とか、ナーイン、ナーインとか、意味のないけれど頭に残る響きをよく喋っていました。長男は喋り始めも遅かったけれど、時折聴覚どうなってますのんというような聞き間違いをよくしていました。聞き取りの方に問題があるから喋り出しが遅かったのかなと思うことも多々ありました。大きな音に過剰に怖がったりしているということも継続していたし、電子ピアノを買ったらここだと音が綺麗に聞こえるからと言ってピアノの下に潜り込んで自動演奏を聴いていたりしたので、聴覚が独特というか特性はあると思います。秋には興味の対象がカエルからどんぐりに移行し、次男とよく取り合いの喧嘩をしていました。秋の運動会、服へのこだわり爆発して譲れず、暑い暑い中、暑い暑い長袖の服を着て参加した運動会、
移動の際には必ず先頭で必ず先生に手を引かれて移動していましたが、それ以外は全体の動きに合わせて動けていたし、競技もダンスもしっかりとまでは言えませんが、それっぽくできていて感動しました。綱引きはそっと綱を持っているだけだったし、玉入れは地面と平行にピッと投げるだけだったし、ダンスもだいぶずれていましたが、それも含めて可愛かったです。長男はいろいろなことに興味を持つことが少なく、結果手先を使うことをやる機会が少なく、はっきり言ってしまえば手先が不器用。お箸を使うようになってきたとはいえ、握り箸だし、自宅ではまだほぼ手づかみでした。そんな中、保育園の担任の先生から、工作の時間にハサミを上手に使えないので自宅でも練習してくださいと言われ、ハサミの練習もしてみましたが、ちょこーっと切っただけでもうおしまいと言ってやめてしまうので、結局ほぼ練習できませんでした。そんな中、細かいことが気になる性分を遺憾なく発揮した出来事がありまして、クラスの子が大きな口を開けてえんえん泣いていたのを見た日、口の中に茶色いのがあった、これこれと言ってきたので、それはのっこって言うんだよと教えたら、気になり始めるととことんの気質が出てしまい、来る日も来る日もいろんな人にのどんこ見せてと言って回るようになってしまいました。まさかの他の学年のお友達にまで行って回っていたようです。冬になると保育園の発表会がありました。人に見られるということがどういうことか分かっていないようで、全く緊張感なく楽しそうに発表をしていました。小豚、タヌキ、キツネ、猫では子どもたちは自分の塗り絵をしたお面をかぶっていたのですが、長男がかぶっていた小豚が真っ白だったので、多分塗り絵に興味がなかったんだろうなと思ったりしました。カスタネットもちゃんと演奏でき、ダンスも超可愛く踊り、全体の動きにも合わせて行動できていました。入園の時との違いっぷりに成長を感じて大満足の発表会でした。成長したといえば、お箸の持ち方が握り箸からちょっと進化した握り方になりました。相変わらずの不器用さですが、大きな進歩でした。しかし年明けからこだわりからの感触が増え、毎朝泣きわめき、最終的にはママ抱っこしてと言い、抱っこしてなだめているうちに仕事に行く時間が迫り、そんな中イヤイヤ期が始まった1歳児も抱え、毎朝毎朝ギリギリの生活でした。また息しぶりも始まり、感触、泣きわめき、抱っこしてがますます激化。仕事もしていたので出発の時間が決まっている中、朝の時間がなくなっていきます。そんな中にあったある日、朝からおかんはおとんにダメ出しを食らいます。前は育児書を読んだり育児に一生懸命だったけど、最近はブログ書いてばっかで育児サボってない、ブログやめたらと言われました。この頃私はブログを 2,3 日に1回は更新していた時期だったのですが、ダメ出しを受けました。朝ごはんを食べている時、抱っこをせがみ、私の膝に乗っていた長男に対して、保育園頑張れると聞くと、おとんがそんなこと言わない方がいいんじゃないのとまたまたダメ出しをしてきました。夫がタブレットで長男に神経衰弱をやらせていたのですが、その時にちょこっと私が手助けをしたら、本人が求めていないのに手を出すのはやめた方がいいとまたまたおとんにダメ出しをされます。前日からダメ出しを受け続けた私、現に泣きわめく長男、イヤイヤ期の次男、私の自己肯定感は一気に下がり、私ってダメダメだな、私の育児なんてクソみたいなもんだとやる気もなくなり、ふてくされた最悪な心理状態になってしまいました。そして朝ごはんを食べていると、いつものごとく長男が癇癪を起こし、泣きわめき、抱っこしてと言い、もっとちゃんと抱っこしてと泣きわめく長男を抱っこしながらご飯を食べました。長男は変化が苦手なのですが、もうすぐ年中になり担任が変わってしまうかもしれないということに不安感を強めているようで、毎朝毎朝息しぶり大荒れでした。そしてそんな状態の中、おとんは仕事へ、最悪な心理状態のおかんと泣きわめく長男とイヤイヤ期の次男の3人が取り残されてしまいました。
次男は次男で食欲がないのかご飯に手をつけず、いやと食事を拒否。長男は長男でご飯をすべて食べたからといっておやつを出せと癇癪を起こして要求。朝からおやつはあげないよ、まだお腹空いてるならご飯をおかわりしてと言ってもベジベジ食べたいと泣きわめきます。食べてくれない次男、わめく長男、どれもこれもどうせ私の育児が悪いんでしょ。次男が好き嫌いするのも長男が落ち着かないのもどうせ私の関わり方が悪いんでしょ。どうせ私が悪いんだ、私じゃない母親の元に生まれたら二人はもっと幸せだったんでしょ。どうせ私が、どうせ私が、もういやー、どうしろっていうのと、おかんは急に爆発、急にブチ切れてテーブルに拳を打ちつけたおかんの様子に二人は愕然。そんな二人を残しダダダダダッと走って脱衣所に逃げ込み、一人鍵をかけて籠城しました。鼻息荒く引きこもり、顔を洗って落ち着くまで洗面所で過ごしました。二人はびっくりしたのかシーンとしていました。私も顔を洗ったら高ぶっていた感情が落ち着いてきたのでダイニングに戻って食べ始めたのですが、今度は無性に悲しくなってメソメソ泣きながらご飯を食べました。そんなおかんを心配そうに見つめる二人、ママと長男は優しく声をかけてくれますが、おかんは優しくなれません。何？何なのもう！と感情をむき出しに答え、ご飯を胃に流し込んで今度は泣きながら食器を洗う。次男はポカーンとしていて、長男は心配そうにママママと聞いてくるけど、おかんはまだ優しくなれない。何なのもう！と髪の毛が抜けるぐらい頭をかきむしりました。そんなおかんの様子を見てママがおかしいと感じたのでしょう。もともと不安症な長男がついに泣き出します。ママ抱っこして。抱っこという安心感を求めて泣く長男、ここで抱っこして安心させてあげるのが正解。そうしないと何もいいことは起こらない。そう頭ではちゃんと分かっているのに、おかんは抱っこしてあげられるほどの心の余裕がない。泣かせたまましばらく放置、なんならおかんもまだ泣いている。完全なるカオス。しばらく泣くとおかん自身もだんだん落ち着いてきて、抱っこしてあげようかという気持ちになり、やっと抱っこしてあげられました。長男を抱っこしていると次男もやってきて3人で抱っこ。なんだか泣いたからかおかんはやっとすっきりした気持ちになりました。子供2人に甘えさせてあげたら2人も落ち着いて、なんやかんや保育園と仕事それぞれに行きました。しかし毎朝毎朝泣きわめく長男が大変で、おかんの心の余裕がないことに改善があったわけではありません。どうしたもんかと思い、このことを保育園のノートに記載して先生に相談しました。行きしぶりが出てから状況がさらに悪化したので、なぜそんなに保育園に行くのが嫌なのかを改めて聞き、お兄ちゃんお姉ちゃんが怖いから遊戯室に行きたくないと言ったので、そのことも書いてフォローしてもらえるように頼みました。するとその日の夕方、お迎えに行った際、担任の先生に引き止められ、保育園でも長男の不安が爆発していることが発覚します。担任の先生から離れることを極度に嫌がり、パニックを起こして先生の足にしがみついて泣いているそうです。以前はなかったのに1月くらいから発症したとのこと。以前見てもらって ST さんに相談したいところだけど、巡回相談の予定が近々ないので、 ST さんなしでおかんと保育園の先生とで相談会をして情報を共有し、今後の対応を検討する会を設けたいと言われました。ということで早々に話し合いの会を設けることが決定。もうこの時点で私たち夫婦は確信していました。長男は自閉症スペクトラムだと。興味の範囲が狭すぎて深すぎるし、家の中でずーっと行ったり来たり走っているし、保育園に入園して1年経つのにずーっと一人遊びだし、大きな音を過剰に怖がるし、謎のこだわりが多すぎる&こだわりが全く譲れないし、こだわりが貫けないと大癇癪を起こすし、これ自閉症スペクトラムど真ん中だよね。ということで相談会に、自閉症スペクトラムだと思うから発達外来を受診したいという希望を持って臨みました。相談会で言われた保育園の様子は、先生から離れることを極度に怖がる、特に学年を超えた交流イベントをものすごい勢いで嫌がり、
そのイベントの開始準備をする音楽が放送されるだけで大声で泣き叫ぶ。先生がつきっきりで一緒に行くとなんとか参加できる。子供同士で遊ぶことはあまりない。先生が間に入ってフォローすれば少しは遊べる。こだわる姿がただ見られる。朝の準備の順番がきっちり決まっていたり、トイレの時は友達がし終わったトイレが流れている様子を見届けた後、一番最後に決まった場所でするなどのこだわりから、全体の動きから遅れがち。こだわりからのお友達トラブルはない。というかトラブルを起こすほどの友達関係がない。このような保育園の様子から園長先生から言われたのは、年少が終わる今頃は子供同士の遊びが深まってきて、おままごとでも役割ができる時期です。しかしそうちゃんはまだそこまで発達が追いついてきていません。担任の先生など特定の人や場所に安心を求める点もまだ幼さを感じます。保育園でも安心して過ごせるように対応したいとは思いますが、集団生活なので先生が完全につきっきりで対応することができないため、そうちゃんが不安に思う場面があるのが現状です。保育園で過ごす時間は短く、もうあと1年半で就学準備が始まります。この保育園生活の時間はそうちゃんにとってとても貴重です。そこで病院の発達相談を受けてもらい、専門家からアドバイスをもらえば、保育園としても対応が明確になるし、補助の先生をつけることも可能となります。一度病院の発達外来を受診してはいかがでしょうと言われました。我々もそう思っていたところです。という感じで、速攻で紹介してもらった発達外来へ電話をかけたところ、ちょうどコロナ禍で医者の研修会が中止になり、空きが出たところに受診をねじ込むことができ、比較的待たずに受診の予約を取ることができました。そして発達外来を受診し、発達検査を受けた結果、 ASD 自閉症スペクトラムと診断されました。長男の発達検査の結果についてはまだ動画にしていなかったことに今日気づいたので、今後また時間がある時に動画をアップしていきたいと思います。ということで、長ったらしい動画になってしまいましたが、ここまで見てくれている方は一体何人いらっしゃるのでしょうか。長男が自閉症スペクトラムと診断されるまでの発達についてお話しさせていただきました。受診する頃の私は自分自身に余裕もなく大変で、今動画にすることで思い返せば、あの頃は大変だったなぁと本当に思います。きっとこの長い動画をこんな最後まで見てくださっている方は、今お子さんの育児に行き詰まり大変な思いをされている方が多いのではないかと思います。そんな親御さんに一つ言いたいのは、私は発達外来に行って診断がついてよかったと思っているということです。発達外来にお世話になり、困ったことは相談しアドバイスをもらったことで、私自身育児がすごく楽になりました。きっと受診せずに自己流の育児をしていたら、もっと大変な時期が長く続き、私自身耐えられなくなり、もしかしたら精神的にも体力的にも参ってしまっていたかもしれません。特性に応じた専門家のアドバイスをもらうことで、サポート体制を整えてもらい、小学校入学の準備もできました。医師からの情報を学校と共有することで、学校でも長男に合わせた適切な対応をとってもらえています。発達障害の診断を受けたくない、障害と認めたくないと思われる方も一定数おられるかと思いますが、発達障害の診断がついたところで子どもの価値が損なわれるわけではありません。あなたの大切なお子さんが大事で尊く素晴らしい存在であることに何ら変わりはありません。それに今の時代、発達障害は悪いことばかりではないという認識も高まってきています。発達障害を必要以上にネガティブに捉えることなく、むしろその特性があるからこその強みにも目を向けながら、前向きに育児ができるといいと思い、私自身意識して育児をしています。という素人の説教は聞いていられないと思うので、この辺にして、以上、この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。長い間見ていただきありがとうございました。おしまい。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。